こんにちは、目黒区の自律神経救世主、原町接骨院、北松です。いつも動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。今回も自律神経の症状、その他の症状でお悩みのあなたにお役に立つ情報を提供いたします。今回は前回に続いて、膝の痛みを出す原因シリーズ第2弾。今回は膝の痛み原因を膝の痛みを起こす原因として2つ目について説明いたします。2つ目の原因はですね、腓骨に体重がかかる。どういうことか、足の骨というのはですね、これ左足だと思ってください。こっちが腓骨、こっちが脛骨。この腓骨、外側の骨ですね。こっちが内側、こっちが外側、左足だと見た場合ね、外側に体重がかかってしまうことが多いんですよ。だから靴で言うと、靴底の外側がよくすり減る人、そういう方のパターンですけど、そういう方っていうのは腓骨に体重がかかる。当然、太い脛骨、細い腓骨と比べた場合、明らかにこの太い脛骨の方が、耐久力ってあるわけなんですよ。この細い腓骨の方に体重が乗ってしまうと、当然、負担もかかりやすい。負担がかかりやすくなります。こちら側に、骨の方に。ここに負担がかかると、外側にある筋肉もついてます。外側の筋肉に負担引っ張られて負担がかかります。そうなることにより、膝の方も、外側にすごく負担がかかって、膝の方に痛みを出してしまう。ということになります。それでは対策はどのようにするか。当然、腓骨側に体重が乗らないように、靴底にインソールなどを入れて、外側を高くしてもらうといいです。そうすることにより、腓骨側に体重が乗り、安定してきます。そうなると膝の痛みは軽減されます。ですから、もしあなたが時に O 脚の方に多いんです。O 脚で膝に痛みがあるとか、または O 脚気味で、すねの外側が張ってくる場合などは、このね、外側を高くするようにして調整してみると、それは軽減されるでしょう。また、膝に、例えばひねったとか怪我をしたとか、そういった場合は今回の話は除外ですので、それはまた別でしっかりと膝の治療を、怪我の治療をするようにしてもらってください。ということでですね、今回ね、腓骨、特に外側に体重がかかると膝が痛くなるということについて説明させていただきました。今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。